ボートレース墨田の第38回 SG グランプリトライアルファーストステージの2日目は勝負がけの第2戦の第1弾で第11レース。さあ、穏やかな競争水面上ゆっくりと1、2、3、4、5、6と枠なりで回ってまいりまして、そのまま枠なりで船を進めてまいります。1号艇山口剛、今年も残念な初戦敗退で意地の陰線で陰逃げなるかで1分進回転を始めて、2号艇の平本雅之ピン勝負の2着で結果待ち。3号艇の羽野直也、ここは負けられない目一の勝負がけ1、2、3。そして4号艇の浜根谷健吾、初日は好タイムの1着発進で第11レースの注目レーサー、引っ張るでしょうか。5号艇のブス島誠、一昨年の墨の絵は3着発進からファイナル進出。そして6号艇の片岡正宏、枠番克服、セカンド進出なるかです。さあ、スローでインコースからは1、2、3、ダッシュで4、5、6、そのまま枠内3対3。さあ、今年はボーダーラインが22点あたりのセカンド勝負がけ、まずは第11レーストライアル12秒進が回っています。スタート10秒前です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠内3対3の進入です。2秒1秒、今スタートしていきました。コースターとは内側からのインコース、2コース、あとは4番、5番、わずかに出ていきますが、そんなスタート、まず逃げる1号艇の山口を切った2号艇の平本、ところ3号艇、4番、5番流れて、あとは6号艇、バックスピッチャー陰線から引っ張った、意地の陰線から山口剛、ここは人気の中心、現在2番ただし2号艇、3号艇、2番、3番、接戦状態、あとは6号艇、4号艇、5号艇と続いています。なおスタートは正常でした。ラインダーマーク、トップで回って1号艇の山口、2番ただし3号艇マーク、ところ、さばいてくる2号艇の平本ですが、さばいて2号艇の平本、現在3番手、3号艇、内役算定が1、2、3となっています。第11レーストライアル、先頭には1号艇の山口が、ここは陰線から踏ん張る活躍、現在2番手は2号艇の平本正幸、3番手に3号艇の羽野直也、バックスでちょっと入りましたが、先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手3号艇で、ここ上位変わらず内役算定が1、2、3となっています。先頭と2番手で早くも 30m から 40m、 そして3艇進入の3号艇の羽野直也、そして4号艇の浜根健吾、4番手ですとセカンド進出、あとは5号艇6号艇接戦状態、直線コースは先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手3号艇で直線コースへと戻ってまいりまして、ここは1、2、3で最終周回へと入ります。ラスト1周、先頭1号艇山口剛、昨日のうっぷんばらし意地のイン逃げ成功、そして2番手2号艇の平本正幸結果待ち、3番手3号艇の羽田がバックスに入ってまいりましたが、上位が1号艇2号艇3号艇、そして軽快に4号艇の浜田健吾は勝負がけ成功、ファーストステージ突破、そして5号艇6号艇は結果待ち、厳しい状況か。最終ダンマークは先頭1号艇の山口、見事なイン逃げ、2番手は2号艇、3番手3号艇で直線コースへと戻ってまいりまして、第11レーストライアルは1、2、3で間もなくゴール、先頭1番ゴール、2番ゴール、3番、4番、5番ゴール、6番がゴール。